はい、お手の話です。今回はね、フリーフォールで、マップはニュークタウンになります。ニュークタウンまだ1位になってないからね、フリーフォールで。で、スペシャリストね、プロフェット。プロフェットが出撃する。2位、クラスは、渡名前のクラスで、マッドドックス RFB に、ELO、クイックドロー、オペレーターモッドのエコーファイヤー組み合わせて、あとギア音響センサーで、ニュークタウンのフリーフォールでちょっと1位狙ってみようかなと思っててね。で、迷彩チャレンジの方をメインでやるんでね。スペクトラ迷彩、スチール5回中3回やってるんでね。あと2回で、スペクトラ&ゴールド迷彩解除になるからね。できたら1位になれればいいなっていう感じでフリーやっフォール。ていくから。おお。成果に応やじっててきたい報と酬も増える。容赦するなよ。ニュークタウンはやっぱりフリーフォール向けだよな、やっぱり。ああ、結構狭いからね、ニュークタウンって。ここに来てるね、これ。1キル。あ、あれ、あれだ。厄介なやつが。もう5キルやってんの、これ。6の1。チームデスマッチがいいかな、やっぱり。スチールできないか、これ。やっぱり面白いよ、やっぱりニュークタウンは。最高だよ、これ。よしよし、ここにいるね。敵の UAV が旋回している。スチールちょっとやってみろ。あ、敵ダメがだ、上空あ、遠にいな。 CUAV を展開。お、あと1キルとスチールだよ、これ。お、スチールした。1回スチールやってるでしょ、これ。ね、一回やってるでしょ？あと一回だよ、これ。フリーフォローほんといいね。あと一回ですよ、これ。これ、強いっすよ、これ。エコーファイヤー。ブローバック方式により2発をほぼ同時に素早く発射なんで、普通は一発、二発でしょ？一発二発がもう同時に出るっていうことなんで、これ。めっちゃ速い、強力な、オペレーターモッドです、これ。本当はスカベンジャー、スチールの時はね、スカベンジャー入れたいんだけど、ちょっとタクティカルマスク入れてみました、これ。音響センサーもこれやっぱり必須ね、必須で。BO3 の第6巻と同じやつなんで。でね、あと敵の移動音が聞こえやすくなるってしか説明され、書いてないんですけど、このレーダー、赤いレーダーに反応するんでね。あっちの方で俺やって、敵の足音とかは別に俺ヘッドホンとかしてないんで、コットの実況者はね、もうほとんど、外人の実況者とか特にね、もうほとんどヘッドホンやってるんですよ。マークオブジェとかね、パマジェとかみんなヘッドホンやってるんですよ。あ、パマジェヘッドホンやってないな。スワック XPL とかヘッドホンやってるんですよ。あと、アリエとかね。ヘッドホンやらないからね、別に、敵の足音は別に関係ないんだけど、赤いレーダーで反応するからね。で、敵の位置知らせてくれるから。で、1位になりたかったけど、ニュークタウンまで1位になってないんでね。1位になって、スペクトラマンドゴールド迷彩解除してみたっていうことで、ちょっとプレイ実況動画のタイトルつけてやりたかったんだけど、前にやっとくと BO3 であるんですよ。まだ初、1位になってないマップで、ゴールド迷彩解除&初の1位になってみたみたいな、プレイ実況動画も上げたことあるんで、それやろうかなと思ったんだけど、ちょっと1位にはなれなかったけど、ベスト3には入ったってことでね。はい。引き続きやっていきたいと思います。これもあと1回なんでね。あと1回スチールで、スペクトラマンドゴールド迷彩なんでね。この前のダブル XP の期間中に入れたかったんだけど、これがね、反映しなかったんですよ。サイト1個とアタッチメント5個付きで。だから、
これ解除してから最後にこれやりたかったんで、これが解除あの反映しなかったからバグで、だからもうダブル XP ではもう間に合わなかったけどね、もういいんですけど、これやっていくんでね。はい、今回渡辺前のこのマッドドックス RFB オペレーターモッドエコファイア付きのマッドドックス RFB にスペシャリストはノーマットでニュークタウンのフリーフォールをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。